あれパソコンのデータ全部飛んだ人じゃない？え、待って、どうしよう。うわ、本当だ、パソコンのデータ全部飛んだ人だ。待って、痛い、夢じゃない。人生最悪の日だ。全身の毛穴が開きまくってるな。あれほど時間を巻き戻したい時ってないよな。何やってんだお前、こんなところで終わるような魂じゃねえだろ。根性論じゃ無理だよ。そもそも時代じゃないよ。すいません、今からそちらの宗教の入信でできますか？今から神頼み？それは都合良すぎるって。神様もデータはどうにもできないよ。正直に謝った方がいいって。修行できそう？何これ？あ、いや、なんか触ってないのに勝手にこうなって、僕じゃないです。上等句だな。どうせバレるのに、そんな嘘を。よし、なったよ。え、本当だ。ありがとうございます。信じる者は救われます。あなたにも神のご加護がありましたね。え、もしかして。あの人が、教祖様？一番高い数珠ください。前通り。